えい崩れんように行ってこい。ほい。一番アウトっぽいトンさん。まあまあ前の店で食ってきたわ。出し犬に出し。全然覚えてない。なんか俺絶対入れやすいぐらい。俺な。もうな、こっちにどうと言ってないのに。緊張とか出とうよ。事務所、事務所にバレちゃう。事務所にバレちゃう。で、赤いって言ったよ。そうだ。炙り豚足です。はい、どうぞ。カメラに行ったよ、ちゃんとカメラ行きましたよ。入ってないと思う。本当ですか。ちょっとこうしてくれ。アバですよ、俺は。私はあげる。豚唐辛子だ。福島ではどっちだ。崩れんように行ってこい。大丈夫。今のは大丈夫。今のは大丈夫。はい、と島揚げの。自分の島は決まりました。OK。はい、ありがとう。またね。仕事にバレる。ありがとう。おかげはよー。ごめん、加藤さん会議お願いします。アメちゃんマジアメかよ。ありがとうございます。やってほしいわ。高木のテーマソングが流れしかも全部はい、あ、でも35の頃にやみますだから。やみます。35分やむみたいな。マジっすか。受け売りっすか。声が聞こえます。受け売りっすか。声がマジ。よし、じゃあもう一杯飲もう。はーい、3名様です。はーい、今がチャンス。はーい、こちら飲み物からお願いします。生2つと、米のお水割り。量もゼロ。
違うだけです。食べ物は後で。はい。次に誰か。こう。食べるよ。ちょっと90年代だね、その辺に行くよ。ビースティーボーイズの気使ってもらってみたいな感じで偶然です言われました。味がすごい、これだよ、染み込みそう。ほい、一番アウトっぽいトーンストマッチです。いや、高木さん、俺が俺はもうバカ一番アウト。若干ラーメンをもう諦めかけてもういいよ。缶付けって言ったろ。缶付けか。もうあれにやられた。お前の酸っぱい麺揚げあげられよう。お前な、地球防衛軍やるってなった時に電話するだけやで、俺。お前や、食べれるよ。お前な、もうちょっとしたら食べる。だけどもう待ってるやろ、勝負や。電話、じゃあ、あれ電話ありきのゲームやろ、勝負。電話なしで考えてる。あ、電話がメインやろ。確かに、あれ、普通の、日常の会話をプラスアルファでゲームしてるだけ。最初話しないけど、急にどうしたの。これ多分もやしラーメンです。ラーメン絶対食べます。あ、そうって感じで。いやいや、割と声聞こえてきた。まあまあ、前の店で食ってきた話みたいな。食べたけどラーメン。はい、どうしよう。昨日屋台に行くよ、食べて。で、昨日行くよ、食べて。まあ、もう、マックが出た。寝ずに終わり、たくさん借りて。なんか、ずれなくなる。
どういうこと？ギブアップやね。ちょっとやばいな。あと1個も怖いもんだって、またなんか怒られたら。20やったから3までわかるけど、ここ左までわかるけど、ここどこ。ちょっと待って、はい、言いました。割と声聞こえてきたまあまあ前の店で食ってきた話みたいな。